でもしか先生とは、日本各地において、学校の教師が不足していた第二次大戦終結から、高度経済成長期に、教師の採用枠が急増し、教師の志願者のほとんどが容易に就職できた時代に、他にやりたい仕事がないから、先生でもやろうあるいは特別な技能がないから、先生にしかなれないなどといった消極的な動機から、教師の職に就いた。 無気力で不活発な教師に対する別称である。文部科学省中央教育審議会の会議等においても用いられている。もともとは1950年代から1960年代前半にかけて本来の職務である学校の授業を二の次にして金票闘争や安保闘争などの組合活動に熱中していた教師をでもしかしない先生と呼んで愛した。 でもしか先生が本来の用法であったが、高度経済成長以後の社会の変化とともに、言葉の意味が変化した。いずれにせよ、教団を軽んじる態度の教師に対する皮肉、別称であることには変わりない。高度経済成長が終わり、とりわけ冷戦が終わった1990年代以降は、日本国内の経済の低迷や少子化に伴って、 学校の教師の採用枠は激減し、教師の採用試験は、競争率の高い狭き門となっているため、現在では、デモシカ先生という語が日常を使われることはほとんど、なくなっている。同様の意味で、デモシカ公務員と呼ばれる層も存在した。また、デモシカという表現自体、採用のハードルの低い職種全般に当てはまる、傾向にある。ありがとうございます。